では茅沼10の質問ということで吉松さんに質問をしていきたいと思います。まずは吉松さんがコーヒーと出会ったその瞬間というのをお聞きしたいと思います。そうです、私コーヒー最初に飲んだのは祖母の家で飲んだインスタントコーヒーで、その後は高校生の頃にちょっと背伸びしていった喫茶店、ここのお店が結構当店にも影響してるかなと思いますね。で、今のこのお店につながってるのはおそらく会社に入った時に缶コーヒーの開発担当になるので、それが一番影響してるのかなと思います。ちなみに缶コーヒーはどういう業務をされてたんですか？はい、そうですね、生豆の検査、焙煎、流度分布の決め方、全部なんです。レシピもそうですし、工場に持っていくときはこういう風にやれっていう指示もそうですし、コーヒーは全部味そのものを、そうですね、味ですね、デザイン、コンセプト以外は。なるほど、はい、ではそんな吉松さんがコーヒー屋を目指すきっかけというか、ここをね、立ち上げるきっかけになった出来事を教えていただけますか？そうですね、ちょっといろいろあって、で振り切って、自分がやりたいことをやろうと思って始めました。はい、でもなんか研究職で閉じこもっていた感じだったんでこうなんかお店でね、人とこう触れ合いたくてっていうのがあるというふうに聞いてるんですけども、はい、その通りです結構なんかそういうあんまりコミュニケーションのない感じで黙々と仕事をする感じだったんですか？そうですね、その打ち合わせとかはあるんですけど、基本的に仕事に入っちゃうと全部自分のなんですかね、作業を一つ一つが進んでいかないとどうにもならない感じだったので、1週間ぐらい誰とも話さなかったのはザラですので、はい、そういった意味では随分今は救われてる感じがします、ね。はい、なるほど。ではファーストクォーターという店名に込められた意味を教えてください。はい、当店の入れ方そのままを、店名にして分かりやすく伝えようと思って店名にしてます。はい、先ほど見た4分の1の部分を、提供するという。そうです、厳密に言うとファーストなので4分の最初の1、はい、なので、4分の最後の1だと困るときはね、ファーストなんですよ。なるほど。ワンクォーターだと困っちゃうんですよ。なるほど、なるほどね。はい、ちなみに缶コーヒーはファーストクォーターというか、その最初の部分だけを使うとか、そういうことではないんですか？そこまではできないです。やっぱお値段のこともあって。ただ、後ろは切るようには私は作っていたので。なるほど。はい、吉松さんが辞めて、もう最後の全部入れちゃえみたいなことになってるかもしれない。いや、これは専門の方しかわからないんですけど製法的に切っとかないと他の材料が入れられないので、缶コーヒーは基本的には切ってあるんですよね。別で砂糖を溶かしたり別で牛乳を持ってきたりするので、その水分が最初からコーヒーに入ってると入れられないんです。なるほどね、はい、味をデザインする上で、はい、その牛乳分であるとか砂糖分であるっていうのも全部こうきっちり、そうです、取っとかないと最初にデザインしとかないといけないわけですね。はい、なるほど、深いですね。そこまで考えて味作りがねされてるわけです。はい、ということで、なんかこうすでに聞いてしまったような気もするんですが、ファーストクォーター最大のこだわりは何でしょうか？コーヒーのこともそうなんですけど、実はお店のこだわりというかコンセプトというか、僕の趣味的なオールドバッドゴールドっていう言葉を、コンセプトにしてます。はい、それはオールドバッドゴールド、古いものはいいみたいなことですか？古いけどいいっていう感じ。古いけどいい、バッドなんだ。はい、はい、例えばペーパードリップっていう方式であったり、ドリップケトルであったりとか、こういう木のテーブルとかもそうなんですけど、昔からあってもいいものはいいよねっていう考え方が僕があるので、それが一番のこだわりだと思ってます。なるほど。ミルとかも結構古そうです。そうですね、はい、ちなみにミルはどこがいいんですか？コスパですね。私が缶コーヒーをやっぱりやったので、
あのロールミルって言われる特殊な業務用ミルに一番親しみがあるので、あれから見るとやっぱ一般の喫茶店で使うのはあれくらいの能力のものが一番能力と価格が釣り合うと思っているので、私は、まあ、お値段のこともあって R440 を使うようにしています。あれはロールミルなんですか？え、ロールミルっていうのはもう全く構造が違う、あのコーヒーの大きな会社が使ってるやつなんですけど、多分中国とか多分なんかそんなぐらいの値段がする普通の人は多分見たこともないような機械ですよね。はい、はい、多分私もあのコーヒーの本でしか見たことないと思います。なんかこういろんなロールの中でだん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 ちっちゃくなっていくやつですよね。はい、はい、なんかこう絵でしか見たことないです、それ。あれです、あれですか、はい、あれやっぱすごいんですか？あれはとんでもないです。欲しいですけどまあでもそれの性能と、まあ、価格を考えると、あの、うん、そうですね、行き着くと。はい、あ、なんか私も欲しくなってきてましたねあ、貸しますよ。本当ですか？はい、じゃあ今度ちょっと借りに来ようかな。では吉松さんにとって美味しいコーヒーとはどんなコーヒーでしょうか？そうですね、国とか品種ごとにコーヒーは違うっていうのが、まあ、コーヒー業界では言われてることなんですけど、そのまあまあ何て言うんでしょうね、その国とか品種の特徴がちゃんと出てて、まあ、それを、まあ、さっきも言いましたけど、結び目を結んでちゃんとこう綺麗にほどいかけていくようなコーヒーが僕にとっては美味しいコーヒーだなとは思ってます。なるほど、はい、きちんと結べてきちんとほどける、はい、なんかコーヒーに使う言葉なのかどうなのかっていうね、はい、そうですね、なかなか難しいですよね。はい、なんかホームページを見るとね、結構特殊な用語があって、なんか平行抽出と非平行抽出、はいはい、何のことか分かんないでしょ。ちょっとこれ説明していただけますか？あの、先ほど濃い部分から薄くなっていったっていうことは、あの平行ではないですよね。全部が同じではないので、うん、平行っていうのは状態が安定していることを言うので、状態が安定していると同じものがずっと出てくるはずなんですけど、あのいわゆるサイフォンとかエアロプレス、フレンチプレスというものがこうコーヒーをこう混ぜて、うん、上から下まで全部同じ濃さになったものをこして飲んでるので、あれは平行になったコーヒーを飲んでるんですけど、うんうん、ドリップとかエスプレッソっていうのはやっぱ最初に濃いのが出て、うん、後ろになれば後ろになるほどどんどん薄くなるので、これは状態が平行ではないので、うん、非平行っていう。なるほど、わかりますか？なるほどわかります。本当ですか？はい、それはわかりますね。まあ、それを、まあ、ファーストクォーター的に平行抽出と非平行抽出と呼んでると。そうですね、はいはい、この辺のね用語も覚えると多分このお店がもっと楽しくなると思います。はい、なんか覚えると楽しいみたいな。楽しいのかどうか知らないけど